冒頭から告知です、はいはい、冒頭にねやっとくと見てくれるんでじゃじゃーん、エモスさんと佐々木がまた本を出します、はい、12月16日発売、徳間書店から1500円プラス税、安い、はい、うん、野球の超正論です、はい、今年の、プロ野球無観客試合甲子園中止、史上最悪のシーズンに球界で何が起こっていたか、感染危険地帯はグラウンドの中か外か、日本シリーズでさらに分かったパトセの超格差、ああ野茂さんはもういない、コロナ禍の今球界に葉っぱをかけさせてもらえますわっていう、裏は嫌われる勇気あります、耳の痛い意見を今後も言わせてもらいますはいっていう、山本さんもズバズバね、はい、結構言う方ですからね、はい、これね、あの年末年始どこも行けず、はい、お暇な方いると思うんですよ、ぜひご家庭で読んでみてください、お願いします、はい、里崎チャンネル、こんにちは、こんにちは、さあ今日は、はい、これもね雑談したら長い、はい、まあそうですね結構何年も追いますからね、うん、はい、今回は阪神タイガース、はい、セリーグいきます、はい、外国人スカウト評価、そうですね、今暫定1位はロッテなんでね、はい、まあ、ロッテしかやってないんでね阪神がロッテにまず勝つかどうかっていうところでね、はい、やっていきますけども、はい、阪神はねスタッフの方にやってもらったから、はい、僕も初初見です、はい、99年、マーク・ジョンソン C マイク・ブロワーズ内野手、はい、無印です、うん、知らんな、おここだからやっぱ交流戦ない時は、はい、正直そこまで追っかけてないし、プロ入っててそんな忙しいし、そうですよ、ね、自分のことで精一杯やし、はい、交流戦が何年からでしたっけ、2005年からです、5年から、じゃあだいぶ知らない人いっぱいいるんじゃないですか、そう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 、うん、で99年からピッチャーがメイ、ダレル・メイ、うん、リベラ、はい、B、うん、カート・ミラー無印で2000年、はい、ピッチャーグレッグ・ハンセン、うん、Dロベルト・ラミレス無印、はい、打者がハートキー、バトル、フランクリン無印のタラスコ D、はい、これやっぱ阪神ファンの人でもああいたなーって今、そうですね、全く思い出ないからだからフランクリンは多分あの日本ハムにいたんですよね、はい、でそれでタイガースに来てるんですけど、マイカ・フランクリン、はい、で続いて2001年、はい、カーライル、うん、D、はい、野手イワン・クルーズ、トム・エヴァンス、エドワード・ペレス、全員無印、はい、ちょっとやばくないですか、うん、ちょっと今のところやばいですね、ちょっとね、はい、2001年まで、2002年、はい、ムーア、うん、CC、 おー、マーク・バルデス投手 A、 お、初の A、 A 来ました、うん、で続いて、アリアス、オリックスにいた、はい、G2AA、 おー、なんかすごい出来ましたね、数字入った、数字入った、はい、G2AA で、ちょっとこれ分かりやすいですね、評価対象がね、うんうん、でもアリアスはね、はい、これまた後々言うけど、はい、俺別に阪神負け言うけど、俺と袴田さんは阪神のことが嫌いなわけでもなんでもない、ただこれを評価基準としてやっていかなきゃいけないから、はい、アリアスの場合はオリックスに在籍してからの、やっぱこれで、ね、アメリカ、ドミニカとかそっちから連れてくるのと、日本にいた中でいい選手をお金で取ってくるのは、はい、ちょっとあの目というところではちょっと違う部分になるので、はい、他の球団もね、はい、そういう横滑り感のマネーゲームで勝ったっていうところもあるんで、そこはちょっとね、あの考えながら、はい、あの評価対象に、そうですね、していきたいと思います、はい、はい、続いて、デリック・ホワイト無印、はい、じゃあ2003年、はい、ジェフ・ウィリアムス、うん、JFK の J ですよ、はい、A、 7年在籍してますからね、本当だ、2009年までいた、はい、7年在籍って結構すごいですよ、うん、なかなかないですよね、はい、でピッチャールー・ポート無印、はい、ジェロッド・リガン無印、モレル無印、ホッジス無印、マイヤーズ無印、はい、でバッターキンケイド、はい、無印、2004年全員無印ですね、まあ、でもアリアスがねいるから、バッターはね、かにだからここの一人がいるっていうのも大きいわけよね、はい、2003年入団のね、あ、2年入団のね、はい、だからこういうのもね、だからここあんまり野手取ってないっていうのもあるんだよね、確かに、で逆にピッチャーはこのグっていうのがいないから、やっぱこのね中継ぎも含めて取ったけど、うんうん、まあ、うまく機能してないっていうね、はい、で2005年、はい、アンディ・シーツ、うん、G3A です、おー、だシーツもね、はい、広島さんから滑ってきたんで、ね、っていうところもあるんで、はい、うん、でもシーツは本当
めっちゃだから G3 ですからね、うん、素晴らしいですよね。すごいですね、うん、日本シリーズやりましたけど、はい、でスペンサー、はい、D でピッチャーオクスプリングボーグルソン、うん、ジャン無印、はい、で2008年からアッチソン A、うん、リーソップ無印のバルディリス無印、はい、2009年でピッチャーがジェン、はい、無印、うん、で2009年メンチ無印ブラゼル S です。 でもねこのブラゼルは横滑りって言っても違うんですよ、はい、これはね、そうなんですか、はい、横滑りでもマネーゲーム横滑りとサイドを見つけてきた横滑りっていうのがあって、はい、このブラゼルの場合はサイドを見つけてきた横滑りなんですよ。うーん、だからこれ西武の時にも話しますけど、はい、ブラゼルはまあ西武にいたんですよね、はい、で、ボカチカとともにクライマックスシリーズでのと日本シリーズの活躍次第で契約するかどうか決めるっていったところで、うん、まあ、結局両シリーズに出場できないで、はい、まあ、頭部支給による故障から復帰のめどが立たなかった退団だったんですよ、うんうん、で2009年オリオールズとマイナー契約を結んで、はい、スプリングトレーニングで招待選手として参加しながら、まあ、解雇されてメジャー復帰ならなかったんですよね、うんうん、で複数球団のマイナー契約のオファーがあったが、まあ、独立リーグに行ったんですよね。でそこで開幕から6試合で5割5分6厘ホームラン4本11打点好調だって、で、まあ、メンチが打撃不振だったところで阪神の目に留まって契約だったんで、一回アメリカ帰ってるんですよ、はい、で帰ったところをもう一回見ていけると思って引き戻してるんで、はい、これはグッド。ああ、なるほど。だから前年まで違う球団で、うん、マネーって、はい、でたのは若干疑問作るんですけど、うん、このブラゼルに関してはグッドです、うん、逆に西武はね、はい、もったいないことしたんですね、うん、そうですね、はい、でピッチャーメッセンジャー2010年 S3 です。すごい。ホッサム、無印、うん、はい、スタンリッジ、BB、はい、だからここからちょっとね一気に来たんですね。だから2009、はい、年ぐらいからブラゼル、メッセンジャー、スタンリッジで、はい、BB、うん、で2010年のマートンが S4G4 です。おお、 S4G4 初めての。今までで一番すごいかもかですね。最本当にすごいですね。ね、うん、ないです、こんなこと。いや、めっちゃ打ったもん。まあまあ、そうなんですね。だから阪神でいうと左のバース、右のマートンじゃない。はい。多分最強左右のバッターはね。っていうぐらい素晴らしかったと思うんですね。はい、でピッチャー2011年ザラテ無印、はい。で、12年補強なしの13年ピッチャーボイヤー無印。うん、野手コンラッド無印。14年オスンファン S2。うん、S2。でマウロ・ゴメス、はい、GS、GS、はい、でピッチャーサンティアゴ無印、ペレス無印、うん、でここから16年マテオ・ドリスが SS です。お、これはもうね、うん、後ろの2人で、はい、で、ピッチャーサター・ホワイト無印、で16年バッターヘイグ無印。ここから結構大変ですよ。そうですね、はい、ここからじゃちょっと無印街道なんで名前だけで、はい、野手ヘイグ無印、投手メンデス・メンドーサ無印、はい、で17年からキャンベル・ロジャース無印、はい、そして2018年ロ無印、はい、ディエゴ・モレロと両投手無印のロサリオ・ナバーロ無印の2019年ガルシア無印、はい、続きましたね結構、はい、そうですね、ここら辺で10人ぐらい、ジョンソン A、 おでこれはもうねメジャー復帰したいって帰ったんで、はい、これはねいいところ取ってきて、うん、複数年契約したいところでしたけど、でマルテ、はい、D、 ソラーテ無印で、ピッチャースワレス、うん、S、はい、しかも昨日かなんか阪神と契約合意して来年以降も複数年で、ここはタイガースにとって大きいですね、はい、でエドワード・ガンケル無印、ボーア無印のサンズが C です。 C、 おー、まあ、でも結構固まってるところと本当にいないところと分かれてますね。そうですね、72人取ってるんで、はい、1.9 です。うん、1.9 年、はい、平均在籍年数は、はい、で72人、ロッテは68人だったんで、うん、まあまあ同じぐらいですね。うん、そうですね、はい、ロッテは、はい、今暫定1位、外国人、はい、総点数160点でしたけども、はい、うん、タイガース総得点こちらです。でらららららじゃん、
207点おーい、すごいですね。一気に1位。はい、いや、 やっぱちょっとマートン稼ぎましたね。うん、稼いだね。稼ぎました。うん、すごかった。これマートンすごかったですね。だから今暫定1位が、はい、だから阪神、うん、で2位がロッテ、はい、この点数がどういう順番になっているのか、うん、明日以降、こう期待。